二人の馴れ初めは馴れ初め、はい、あ、バズだよ、まあ、バズ事務所が一緒で、そうそう、まあ、イベントとかで、そっからまあなんか忘年会とかでなんかちょっといろいろなんかまあいいよね、まあそのあってないですよ、まあ、それでまあなんか仲良くなったかなって感じか、うん、はい、次、あ、じゃあまあ一回ちょっと箸休めでいくわ、箸休めでね、いや、箸休め2問目でファンネームアットジュキヤさん好きピッチお互いの好きなところは？うわ、恥ずかしい。わかんない。僕からいいですか？はい、どうぞ。おっぱい触らせてくれるとこです。うわ、気持ち悪い。エッチ。お前は？ガチだぞ、ふざけんなよ。面白いところ。はい、もうそれダメ。顔がタイプって言って。顔がタイプ。ふぅー！もうマジ？言わされたけど。聞きました。顔タイプなんて誰？一発目にこれ出てくるかね。ね。うん。7発目くらい。やばいね。やば。本当に好きなんだ。あとさ、D 中生。はい、次の質問。はい、次。うん、ファンネーム、札束で殴られたい無職、かっこ37歳。お前ちゃうそれ。いや、違いますよ。お前じゃないよ。あ、違いますよ。あ、はいはい。ジキヤさんとコナンさんにお尋ねします。お互いの気に食わないところは、何かありますか？おっさんや。あったらお答えいただけると嬉しいです丁寧だな、そいつ。気に食わないところか、まぁ、あ、ちょっとバカすぎる、ちょっとバカすぎて話が通じないことが多々あります。はい、それがちょっとしんどい。コナンはあのないって、ないって、全部好きって。気に食わないところは、うん、ないです、全部好き。うわマジ、え見て、あってるこいつはい、じゃあ次。もうそんな来てないの？あ、いや、まだまだ来てますよ。何件、合計何件来た？総合計、うん、250件。え、250件だけ？250件ね。ん？250件はい、じゃあ、ファンネーム読みますよ。はい、電気ストーブさん結婚するなら何歳？でも35とか6とかかな。あ、まあ結構遅めなんですね。まあまあそんなもん遅めだね。はい、まあ、普段30まで。じゃあお前さん10合わせますか。10に合わせます。ええちょっと待って、ちょっと待って、何これ。え、でもこれドッキリ。ちょっとこっちゃん、どういうこと。え、俺に合わせるの？合わせないよ。勝ちだるー。もう結婚約確定はい、あ、じゃあちょっと次、はい、踏み込みます。お、ファンネームファブリーズなくしたさん結婚するなら誰？うわ、まあ、ちょっと恥ずかしいからちょっとこそって言っていい？いいよ。こっちゃん、コナンもこそっていい？いいよ。アスリート。こいつなんすか？え、何も言ってないよ。言ってよ。十君って言わな、もうこれ終わんないから。十君。え？ちょっと待って、こいつガチで言ってんの？え、もうこれプロポーズだよね。ファブリーズなくしたさん、ガチでありがとう。